クイズ旅行。正解。ありがとうございます。早いな。正解。よし。正解。バレ。正解。よっしゃ。違います。クイズだけこのためお手伝い2回、サイト見ていいとかにしたから。ああ、いい。これが行くぞ。行きます。乾杯。重いないな。何やねん。何どこの刑務所これ俺の実家誰かんちのおばあちゃんじゃんな俺は、うん、ですよね、なんかシャワーが混むんでって言われてあえシャワーなんで混むんすかみたいなで上にもありますんでって言われてえシャえどういうことすかって言ってあいっぱいいてるって言われていっぱいいてる怪人いっぱいいてるって言われて初めて、うん、これ何本だこれは2万弱はぁ外地んちで5組ってすごいよな確かにボロ儲けやな、うん、めちゃくちゃ儲かるこの家持ってるだけでそれかしかも平日やろ今日、うん、毎日10万、うん、家なんか買ってエアビーしたわいやマジでそれはもうえんちゃん俺ら俺らの方が分かってるやん言うてたらどういうエアビーがいいのかそうそうそうマジやないやビジネス決まったで絶対やろまたやろやまたやろ変わるちょっと休憩して、はい、クイズやりましょうか OK、はい、はい、はい、ということでお今からご飯行く前にまたクイズやろうと思いますよーし腹減ったぞ、今からご飯は居酒屋に行きますおーい、題しましてヘキサゴンのやってたクイズゲームイエーイほんまにやん、はい、全部で2種類のゲームやろうかなと思うんですけどおー、はいはいはい、まず1つ目が、覚えてますねこれちゃんと出題できるかなアナウンスクイズゲーム何、それおバカな人が難しい漢字が書いてある出題文を読みます好きやったうんで、その出題文を聞いて、回答しなさいというなるほど、なるほど、なるほどうちにおバカいますおぉー嘘やろマジおったわあっバカそうアホのスピードやヘラヘラしてる匠が今回はその出題者おぉー、なるほどバカなんか言われてるけどいやでも、うん、学力テストで勝ってるんですけど確かにちょっとブレてるなそれちょっとブレるなこれを全8問やるんで、はい、1問正解したごとに、夜飯代300円あげますおい、あっちでかっレート上がってるやん、はい、しかももう1個ミニゲームありますからねあ、マジだけじゃなくシンプルやんギャーツや全部で2400円皆さん準備いいですかはい、はい、もうスラスラ言ってよ、うん、スラスラもう読んでよ、もう逆にてかもう読めるなら読んでいいっすよね当たり前やんその漢字得意漢字別に得意っすよおぉちゃんと伝えできるからアナウンスクイズゲーム第1問デレン機嫌を損ねないよう恐る恐る接すること腫れ物に何用腫れ物に何用何用まあ何のところがハテナになってます、うん、機嫌を損ねないよう恐る恐る接すること腫、うん、れ物に何用なんて言うみたいないやこれはちゃんと読めてるから、もう4人がバカみたいな。いやこっちの可能性もあるな。いや全然何用って何？そうやねそこやねんな。はいはい。払い物に触れよう。違います。はいはい。伺う。違います。10、9、8。払い物に、はい、蓋を。違います。払い物におはよう。違います。はい、だねー、これ、たくみちゃんと読めてましたねおー、じゃあちょっとブレますバカだからさ腫れ物に触るようですねちょっとおい、よかったやん触るようようキモいわあります2問目はい、はい、こちらあかんおやばそうここかっこかっこかっしゃんかっけん何どこまでどこまで、うん、何からスタートは言い直してるやべやべ可愛らしい仕草を笑わすのえ、何いや違うな、これ可愛らしいじゃないのやばい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 え、何ちゃんと呼んであげてかっこかっこかっしゃかっしゃかっけかっこかっしゃかっけギャル可愛らしい仕草を笑わすのは
可愛らしいじゃないかなこれ。はいはい、キャシャ。違います。読み取ってください。なんでそう呼んだのかを変換してくださいね。えちゃん、なんか仕草を聞かれてるのかな。わからなすぎる。可愛らしい仕草を表すのはで、この3つ3つの中からか、うん、そうそうそう。あ、そういうことね。うん、はいはい。可憐。違います。あ、いいなぁ。いやなぁ、もう一回投げて、大きな声で。もう一瞬いけない。かっこ、かっしゃ、かっけ、かわいらしい仕草を表すと思う。かっけあ、そうやわ。どうやったらそれをそう読むやろ。あえて、これお手つきとかないから言っていいですよ。 あ、そうなんや、はい、あえて、はいはい、ちゃんさん。かっこ違います。合ってる。あえてる、うん、あえてる。面白い。うん、当たり。5、4、3、かっけ違います。1、キャシャ。終了。違います。問題文、正しく僕読ませていただきます。うん、格好、お、え、おかしゃ、滑稽、うわ、おかしい仕草。うわー、おかしいも分かりますか。あの、かの笑かに笑う。滑稽か。答えは滑稽です。いけたな、なんか聞いたらいけたな。そうなんですよ。うわー、ちょっといけるな。いけんか。3問目、はい、こちら。抑節で間違えてるやん、もう。抑節でサメが予知するという天変地異は。はい、クリス君。地震。正解。ナマズが、はい、ナマズが俗説でナマズが予知するという天変地異。しゃ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 、危ねえ。300円獲得。第4問勉強しても。しれぬぐいと手洗い、寒風摩擦に使うのはどっち。あつえ君。しりぬぐい。違います。はい、手ぬぐい。あ、手ぬぐい。尻ぬぐいと手ぬぐい、寒風摩擦に使うのはどっち。手ぬぐいです。なんで 手洗いって言ったよな。手洗いって言いました。なんで手洗いって言ったよ。尻がぬぐいって言ったよ。600。はい、第5問。わずかな日時のこと、四字熟語でなんとか一言。はい、はい、りくが一気。違います。俺も一気やな。一言には一気しかない。はい、はい、チャラさん。一朝一夕。まあいいでしょう、正解。何々を求められてるんで、一朝一夕ですね。一朝一夕、一朝一夕やんな。一朝一夕じゃんから。あ、一朝一夕って言うのか。うん、あ、ごめんなさい、一朝一夕正解です。おー、一番発覚。一夕クソが売れてんな。第6問いきます。訪問、遺問、尋問、訴訟で証人等に問い質することは、はい、クリスさん。尋問。正解です。うわあ、いけてた。読めてる。訪問と、聴聞ですね。弔辞の弔、聴聞と尋問。訴訟で証人等をに問いただすことは。尋問。読めてんな。いいぞ、たくみ。あります。7問目。こちら。ニヤニヤしてる。何これ。朝ろ、夜ろ、たまろ。前茶の種類。なんてなんて。ジャナさん、玉露。正解。わー、いいやった。よし、いいな。煎茶な。はい、問題文は朝露、夜露、玉露、玉露、はい、煎茶の種類。イエス、いいぞ。ラストです。マジいけたな。全然稼げてない。こちら。錦鯉、錦蛇、綿花、鬼面の原料は。あつやくん。綿花。正解です。よし、これいけた。錦鯉、錦蛇、綿花、木綿の現在。一回考えなあかんの、だるいわ。はい、終了でーす。いやー、まあまあまあ。ということで、ちゃんとアナウンスクイズは、あつやくんが1問、はい、クリスくん、チャラくんが2問ずつ。これ3問。3問。3問。はい。の、300円、600円、900円獲得ですね。よし。続いてのゲームは、はい、これタイトル忘れたんですけど、うん、クリスくんとリクくんチームになってもらいます。最悪じゃん。あつやくんとチャナくんチームになってもらって、はい、どちらかが分かった時点で押していいです。ほう。あ、そしてクリスくんとチャナくんが上の句を答えます。はい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 。その答えで、あつやくんとりくくんがその後に下の句の答えを。なるほど、分かった分かった。いいよ。いいや、俺絶対いける。マジで足引っ張らってな。お前さ、大きなったな。ほんまに頼んで。大きなったな。お前、うわー、クリス、しまやな。こいつ、やばいって、マジで。怖いわー。ぶん殴ってまマジで。俺、これ編集やけど、ここ使ってるで。全然使うとこなかったから、今のこれ使う。俺、編集。クリスは全然活躍できてないから。そこ言わんでいい、言わんでいい。ありがとう。言わんでいいから。ありがとう。気持ちだけで大丈夫。大丈夫。これは、今から、
全部で10問出します。お正解数が多かったチームに1人2000円でか1人はいおっそじゃあ全部で10問いきますよ。はい1問目江戸から東北地方を経て大垣に至るまでの旅を記した松尾芭蕉の紀行文とは。はいクリスさん奥の細道正解。いやしゃー細い道やねーこんなもん髪の毛聞いたらいけるんですね。当たり前やないか髪の毛起こせ。2本目体ばかり大きくて何の役にも、はい、デクの棒違います。お前何して聞けるっす聞けるよ聞こう聞こう体ばかり大きくて何の役にも立たない人をある植物に例えて〇〇の〇〇と言うでしょう。え言ってもいいの。ダメです。やっべえ。なんで？いける機会ないんですか？あります。待ってください。体ばかりでかくて。はい。いや、何の役にも立たない人のことをある植物に例えて何々を何々と言うでしょう。リクいけるよな。10。はい。サラさん。タンポポの。クッキー。違います。はい。クリスさん。うわ、大ヒント。ウドの。鈴木。ウドの大木正解。よっしゃマジやったおいウド鈴木やないかそれよしもらえたやったー。うわ言わん方が良かったまであるな。マジで初耳やわ。3問目いきます。ニューヨークの宝石店でがタイトルに使われているオードリー・ヘップバーンの主演の映画、はい、ローマのえちょっは休日違います。オードリー・ヘップバーン主演の映画は〇〇で〇〇をでしょう。はいはいはい光で遊ぼう作って遊ぼうみたいな無理かな無理か、はい、答えがティファニーで朝食を。うわーまあまあ知ったことあるぐらいやな。問題釣り人が釣った魚を水に戻、はいキャッチ&リリース正解。よし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 いいぞいいぞいいぞ。英語もねそりゃすごかったな。これ余裕っすよね。キャーだけとかキャッチ&リリースまで俺行くからここカットっすよ編集やからやっと俺生きれたけどカットカット編集者強すぎテンポ悪いんで。あ確かにな。嬉しいな。もうポンポンポンと行った方がいいからな。10問あるからな。確かに5問目清少納言の随筆枕の草子の書き出しの一節は〇〇は〇〇でした。なんだ何だっけ。〇〇は〇〇。はいクリスさん春はあけぼの正解。いやいやお前マジかよ。俺言っても無理やったら無理やったよ。マジで歯だけで無理ロナあけぼのまで俺言ってまうからお前何やったのお前。かわいいこいつインペット買おうぞ。あそこ使ってないな。テンポ良かったよ。使ってないな。俺ね厳しいな。むずいな。いけたでしょチャラさん。オッケーオッケーオッケー。ラスト5問ですね。今3取ってんのかな俺ら、はい、俺ら1、うん、だいぶでかい。ラスト5問にするか、うん、それかその何点マッチ。え、なんでそのさっきの俺が0点の時はそういう助けくれなかったのにこいつらはこの時助けくれ出す意味分からへん。いやいやそのリクさんとクリスさんがよければですけどその盛り上がりにあかんっつってここ使ってるよかけてもらうとき例えば 5本マッチとかね5点選手とかやったらいくらでも挽回の余地はあるかなとか今気づいて。あ、じゃあ 5本選手とかでいいんじゃん。あそこ使ってないそこ使ってないな。そこ使ってないな。俺めっちゃ悪いやん編集者出すなって今お前も演者やねん。そこ使ってるよ使ってないでじゃないやろ。お前も入ってこい。あそこ使ってない。そこ使ってない。なんで演者と編集者が一緒に出てんの。やりづらいわ。はいじゃあ5点マッチでいきます。カッパの皿洗い違います。何言ってんだよ。カッパの川流れ正解。よし学問のすすめ正解。よし戦場のメリークリスマス正解。うわお前さすがや。もう言うからしって。問題イタリアに住む少年マルコが猿のアメデオと共にアルゼンチンまで旅をするというアニメのタイトル。はいアツヤくんチャラくんからアニメのタイトル。はいハリ
泣かないですか。母を訪ねて三千里正解です。よーし、よしそんなの話だっけ。よしすげー、きたー、絶対ミスってると思ってた。じゃあラスト、どっちが正解するのか。おいし、問題、凡人の子は凡人にしかならない、はい、クリスさん。カエルの子はカエルの子。違います。聞こうぜ、うん、凡人の子は凡人にしかならないということを何の子は何と呼ぶ。カエルの子はカエル。正解。イエーイ、混ぜて。いやー、いやー、これことわざなんでしっかり一語一句大事ですね。よし、2000円ずつ計4000円を茶の厚焼きに振る。よし、僕2300円、2600円、900円、0円。クソが。さあ、じゃあご飯食べに行きましょう。よし、行きましょう。はい、夜夜ね、わかるもんね、わかる、夜ご飯ね。いらん。時代屋さんで、時代屋さん、夜ご飯楽しんでいきたいと思いますが、はい、お値段がいくらでした。900円、2300円、2600円、0円。はい、冷やかしやもん。食べれる人で楽しんでいきましょう。いや、はい、うん、ありがとうございます。嫌な言い方やな。俺食えんのかな。ちょっと提案したい話いいですか。あ、何何、してみよう。乾杯どうします、今後。あ、コメント欄では話題だ。ものすごい不評というか。あ、まあな、でもやっぱ何事も変わり始めたことは言われんじゃん、初めは。なるほど、うん、一回参拝やってみて。おっぱいの方が良かったっ、おっぱい側が出てくる可能性もあるから。今、参拝酒税が湧いてるだけやろ、うん、そうです、うん、おっぱいで黙ってるだけ、黙ってるだけ、いいやってるから、うん、うん、では、時代屋さんと京都と福来たるの発展願って、はい、せーの、参拝。いやでも恥ずかしい。これでどんだけ出てくるか。いや出てきてほしいな。出てきてほしいけどな、うん、それはそれで、うん、ジャガジャガした方がいいんじゃん。ちょ、触らんといてや。触ってないって。触ってなかった。触ったか、触ったなんかあれやけど、喋りかけるよ。喋らん、喋らん。いいな、今の、今の良かったな。なんなん、もう今の良かったでしょ。もう一回やって、やってよ。いる、俺はちょっと言えば。今のもう一回やって、逆に言わろ。いいわ、カメラがいいね、乾杯を。カメラがいい、乾杯。これいいわ。暑いな、そういうとこは疲れるわ。いや、俺ちょっと言っといて、服着たら着て、その愛知もその感じ捨てたからやめてくれ。俺も捨ててるから。もうあの頃には戻ってない。俺、あの頃の俺ちゃうから。いや、乾杯はしたいっすよ。なぁ、飲む前は。あ、たたき急に来たんすよね。普通に。300円ぐらい。これ300円です。いいね。で、食べていいですかね。はい、いただきます。うまそう。うわ、そんなにしんどいやろこれ、マジで。一人は、いや、マジで生レバーちゃうかこれ。バクバクだろ。うん、一個だけちょうだいや。なんてやん。お前なんてやん。何知ってんよ。マジでどう考えたらそうなんだよ。ゆりやめろ、1個だけ食べてるのか。クイズ出して答えるんだろうな。あ、うん、クイズいいけどな。じゃクイズかシークレット、どっち選ぶか。シークレット、クイズにするか。シークレット、シークレット、シークレット。それはもちろんちゃう。じゃ顔踏ましてや。最悪。最悪の方聞いた。じゃあクイズ、はい、答え分からへんけど、多分これやろっていうのがあんの。オッケー、それ刺してよ。オッケー。割り箸で。一番有名な企業は、企業名。そういうのほんま。お手元。
せえ。橋起こせ。橋起こせ。変な問題に正解した。絶対無理だと思ってた。多分これや。そんなあれきそうじゃん。そうなんかな。いや分からへんけど、そうっぽくない。水やぞ。うわ、えら。ほら。いいなぁ、いいなぁ、やれば、やっていい、やれば、じゃあクイズな、ごま油だけやで、クイズな、オーケー、コーラのコカとは何でしょう、はい、はい、コカイン、正解、よっしゃ、もう手がいっちゃった、犬や、うまっ、うまっ、うまっ、うまい、魔法みたいにごま油かけてる、なんかいいよ、やった、うまっ、これうまいな、みずみずしい、うん、めちゃくちゃうまい、米も食えるな、さあ来ましたよ、来た、それやばそう、うまそう、おい、たたきユッケ、うん、これやばいな、いけんの鳥やろ、うん、なめんな、大丈夫、なめんな、いけるわ、なめんな、ちょ行ってよ、温玉や、うわー、え、これ割り箸ちょっと食ってんの赤いよ、キクさん赤いよ、割り箸赤い、うわー、そうなんや、行き過ぎちゃう、行き過ぎちゃう、そうなんや、まあ、米進む、うん、味濃い、うん、コーラは各国で味が違います、あらしょ問題か思うからありがたいなでも問題ですって言ってない、言ってない、確かにお前よ、はい、これあとクリス君かな、ありがとうございます、塩だけあつやかな、あ、もらいます、クリスの通り、これ俺これで悪いお前のせいでなんだカエルの子はカエルの子いただきますどうぞちょっとネギだけでもちょうだい、うまっ、うめぇさあ、釜飯丼来ましたね、久しく食ってないな、うなぎ、うわ、美味しそう、めっちゃ入ってるやん、うまっ、早っ、うまいのが早いわ、うまそう、これはマジでうまそうだ、なんすか、あーでもなんか2人かわいそうやなっていうのはね、あ、なんかいいぞ、一日ね撮影頑張ってお腹空いててっていう、さすがに何もなし、ほぼ何もなしとかどうかなって、救済チャンスみたいなどうかなみたいな、でも一回やってみようや、そう、何か分からへんし、ゆうとが言ってるし、一回やってみようや、そう、ちょっとこれ OK やったら、でも一回、いいよ、いいよいいよ、お前にそうは誰も俺何も関係ない、確かに、なんかコクやもんな、結局甘いからな俺も、いやそんなことないよ、そんなことないよ、そう、いい感じの甘さやと思うよ、いい感じの、視聴者がはなんか塗るとかなれへん、絶対水も甘いも、もうほんまに一番いいとこやと思う、じゃあ食べたいものを、いや飲みたいものも、はいはい、どんだけでも、え、一個一個何品でも、え、ただその金額に応じて難しい難易度のクイズを出します、決まった、もう決まった、唐揚げ半端ないっすよ、もう飲み物も食べ物も好きなだけ、はい、じゃあリックさんからオーダー、時代屋鶏唐揚げ6個、はい、539円にソフトドリンクのコーラ、はい、240円、779円、ライス何本、ライス200円ぐらい、1000円ぐらい、1000円だ、いや自分の学力、ライスいったあ、男、1000円ね、1000円相当のもの、あ、わかります、まあでもリクさんその1000円相当結構自分頑張らんとあかんなっていう自覚はしてますね、当たり前じゃないですか、 そうですね、そんなタダで、はい、じゃあクリスさん1000円相当分かったらな、はい、鶏雑炊600円、そしてビール500円、はい、1100円、あと、え、こっち、あれもクイズできっから、ささみ塩梅日本のやつが400円、まあ大体1500円ですね、1500円、パス合わせて問題、シュメール文字やシュメール文字や、シュメール文字や、シュメール文字、いけるいけ、ヒエログリフ
ヒエログリフ山、川、月といった漢字などの山、川、月って漢字などの物の形をかたどって作られた文字を何文字と言うでしょうか。簡単やで、お前言ってますわ。クリスさんやったら余裕。余裕やわ。週ぐらいで俺言ってたんちゃう。シュメール文字の、シュメール文字の週。いやでもこれ言ってほしいな。もうなんちゃら文字が俺1個しか出えへん。おお、言っていい。もう俺これしか多分出んわ。それが答えですか。はいはい。象形文字。正解。お前頭ええな。お前めっちゃええやんけ。お前ええな。俺そんな手動かすな。痛いぞ痛いぞって。正解ぞ。すごい、すげえ。出んねや。出たな。出たな。人が出た時を見れたな。奇跡やん、ほんま。奇跡や思ってる。うわ、出たな、気持ちいい。お前、象形文字一生忘れへんぞ。絶対忘れるな。そういう意味やったんや、象形文字って。なるほどな。うわ、いいですか。おいで1500円。おいでなすって。問題。ヤーコプとヤーコプヤーコプヤーコプとヤーコプビルヘルムによる19世紀ドイツの文学者の兄弟で、長靴を履いた猫ヘンゼルとグレーテル、赤ずきんなどを収録した童話集の童話集で知られるのは何兄弟でしょう。ええとこついたくさい。いやでもマジでそのヒントにも何もなれへんけど、俺は見たらおおってなってるっていうことだ。一般常識ぐらいの、なんか疲れた気分やったな。長い靴を履いた猫な、ヘンゼルとグレーテル、赤ずきんなどの、結構有名よ、などを収録、書いた人、収録、はい、最初のヤーコブとビルヘルマンは何やったっていう兄弟です、名前、うん、が、長い靴履いた猫、ヘンゼル、グレーテル、赤ずきんなどを収録した、うん、それ何兄弟ですか。あ、ヤーコブとビルヘルムの兄弟の名前ってこと。はい、何兄弟。10いいよ。9長いんちゃう。8 2秒でいっちゃう。7 あと2秒でいっちゃう。6カウントダウン始まった。5優しいな。14めっちゃゲットしてる。3 2 1。それではお答えをどうぞ。ライト兄弟。残念。よっしゃ。正解は何ドアから行けた。そうやね、めっちゃドアスレ。そうですよ、行ってよ。赤ずきんとかのグリム。正解です。正解。グリム童話。え、1500円どう。違いますよ。それは違います。オッケーオッケー。グリム兄弟。グリム童話。グリム童話からの。カロラ。クイズおもろい。そこ知らへん、こいつの。超知ってるね。いただきます。あ、やってこい。うわ、これほんまにうまい唐揚げ。ほんまにうまい。ちょっと米冷えててもええやろ。冷えてろがええな。うわ、グリムドア。悔しい。そりゃうまやん。このスタイル。ごちそうさま。はい、明日観光と、観光かな、観光メインでやっていこうかな、京都をな、うん、楽しんでいこうかなと思います、うん、まあ、そこでも、まあ、クイズはいろいろあるかもしれないんで、まだそれも楽しみにしててくださいね。はい、じゃあおやすみ。おやすみ。ねー。60%、22%、22%、67%、5本や。合計金額をかけてクイズ大会をさせていただきます。正解。正解。よし、イクさん正解。正解。